おはようございます、こんにちは、こんばんは、ぽんねやです。ドラゴンクエストビルダーズ2実況始めていきたいと思います。で今度はあそこだね、南東の南東の洞窟はこの間終わったんだ。じゃあここみんな作ってくれてるから弱点を探ってきてくださいなんだけど、どこ、おいゼーセル場所教えて、場所教えて、ちょっと動きが早い。東にある群船、東の群船、東はイースト。さあ行きましょう。道中モンスターと戦いながら来たら結構体力が減って、なんかいるから話しかけようと思います。が貴様、このリカント様に声をかけてくるとはただものじゃないな。そうです、ビルダーです。俺は俗に言う脱走兵ってやつだ。船旅が家で逃げ出したのさ。へえ、何、ハーゴン軍の軍船を探してるだと。あ、だったら俺の目の前にあるのがハーゴン軍の10万兵団が使ってる軍船だ。行くならバレないようにな。ところで人間、お前に頼みたいことがあるんだ。用が済んで覚えてたらもう一度来てくれよな。魔物に用事を頼まれる、魔物にまでパシリにされるビルダーこれかな。人間の姿で行くなって言われてたけど、人間なんだけど、うん、早速殴り込みかけようぜ。それは正面からはいけないだろう。うまく合流して、ほんならあれや、うん、風のマントだな。船のどこかに降り立てないんだろうか。よしよし、あの高台、あそこに飛び移る。さあマント出番です。おお、飛んどる飛んどる。おお、やってらんねえとか言ってる。よし、なんとか潜入できたな。あとはどうやって仲間と合流するかだが、もう船いっそのこと破壊してったらああやってらんねえぜ。これは敵の声か。トロルの野郎がやられたせいで俺たちがブンブルクを攻めなくちゃいけなくなっちまった。この間のしけで船のケツにでかい穴が開いちまってるってのに全くしけてるぜ。牢にぶち込んだからいいものの、妙な人間には忍び込まれるし、最近はしけたことばっかりだ。いい情報、妙な人間に忍び込まれた。ひょっとすると潜入した仲間が見つかってしまったのかもしれん。急ごうこの世、船の後尾に穴が開いたと言っていた。海に潜って穴を探し、そこから忍び込もう。海に潜り込むなんて、おうおう行ったね今、イエティみたいなのが。お、開いた開いた。ははは、冷たくて気持ちの水だったの頭がすっきりしたぜ。やはり君は少し変わっているのは私も思って足がかじかじ。そうか、雪めっちゃ寒いもんね。このスライムは一体何なんだ。おう、お主ら人間ではないか。どうやって忍び込んだのじゃ。ちって君見つかったみたいなのどうする。首でも締め上げるか。この間助けてくれたスライムじゃない。まあ、待って、スライムに首はない。そしてよく見ればお主は姉さ。うん、人間になった。おう、やはり保護様でしたか。敵に捕まったかと心配しましたが、この方が敵軍に潜入していた我らの仲間保護様だ。どうやら潜入の成果はあまりないようだが何を言う。長きにわたる潜入生活でわしは倉庫掃除を任されるようにいた。あの、じゃあ全然じゃん。あまり時間がありません。私たちも手伝いますから、すぐに10万兵団の弱点を探りましょう。ウームソカーではお主たちにこれを授けよう。潜入生活に欠かせないすごい道具じゃぞ。何、変化の杖だって。すごいのもらったね。説明はあとじゃ。早速変化の杖を使ってみればよい。ほい、いい手になった。どうしてんだこの野球に、変なかおかしな格好になりやがって。
ほほほ見たか変化の杖の力を。それは自分の姿を変えられる杖なのじゃ。そうか、ムーンペーターで敵を引きつけてくれたスライムもほほ様だったのですね。魔物に化けておれば敵と会話し情報を引き出せよ。人間に化けても耳がないから注意せよ。それと魔物に化けても攻撃はできぬからな。暴れたいなら元の姿に戻るのじゃ。それもめんどくさいな。さて早速10万兵団の弱点を探りたいところじゃが、この船の牢に人間が捕まっておるようじゃ。まずは牢を探し救出するとしよう。牢はそこの扉、そこの扉の先、こっちってことか。牢場を見つけ中に入れてもらうのじゃ。何になるんだろう。あと、あ、かわいい。他なんかなれないの。この2つだけ、2種類だけか。スライムなりたい。あ、スライムなった。スライムなったのに、スライムなりたい。スライムがいい、スライムがいい。よしどっちの扉かな。ジャンプ、ふい、ふん、いっぱいいるね。毛が生えてないけど、私10万兵団です。この目の前で変身とかしたらやっぱ襲われるかな。怖いな、やめとこ。話す、キュキュキュー。なんでおめえたち牢屋に用でもあんのか。用がなければこんなところに来るわけがないだろう。さっさと中に入れやがれ。さすが指導指導お主は黙っておけ。ここはわしに任せるのじゃ。キュ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 。おめえ何をキュッキュ言ってんだ。どうかしちまったのか。まあ言いたいことは分かったぜ。牢屋に興味があるから見学したいならどっちにいてもおかしないやつなんて。通じた、すごい解釈だな。キュッキュキュッキュで。まあ塀のもんじゃね。興味があるなら入ってみろよ。悪さして本当にぶち込まれるなよ。さあ話す人間、どどど誰です、あなたたち。ああ、ついに処刑される日が来たのだ。破壊神様、どうか僕をお導きください。うむ、変化を解かなければうまく。アールデン、お、これ外の人バレちゃうでしょ見えてるでしょ岐阜詩人のプットです。食べ物を探してこの船に忍び込んだら捕らえられて牢に入れられてしまったんです。難民だ。我らは10万兵団の弱点を探している。何か情報を知らないか。うん、そうですね、情報は魔物から聞くしか手はないですが、魔物たちはみんな口が固いんです。でもここに不満がある魔物なら何か話してくれるかもしれません。狙いをつけて声をかけるといいでしょう。このまま魔物の餌になるのはごめんです。僕も情報収集のお供をさせてください。なるほど、大きい子で行こうかドア出れんのかな。イラつくぜって言ってる。どうした、何がイラつくんだい。相談乗るよ。なんだお前ら見ない顔だな。さては新入りか。せやで、様偉そうだな。いいからとっとと10万円の弱点負け。指導、本当にあなた向いてないわ潜入に向いてない。指導いいからお主は黙っておれ。わしに任せ。キュッキュ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 。これこのイエティはキュッキュ言うの。ん、自分をいじめるリカントに仕返ししたいから弱点教えてくれだと。グハハ、お前いい根性してるな。だがそんなこと俺にもわからん。わからんのかい。ということはいつもカンパの後ろでイジイジしてるイエティあたりが詳しいんじゃないか。そのイエティに会いたきゃそこの階段を上がってカンパに出な。看板の扉に入ればきっと会えるぜ。そこの階段登って、どこの階段、これか。おうおう、見えづらい。どんどん音が鳴る。バカバカだなって言ってるけど、ん、
このドア入るのか。あ、ここか。ここっぽいな。あ、いたいた。よ、仲間。んー、なんだよ、何か言おうかよ。自分一メロリカントに仕返ししたいから弱点を教えるって言うのかよ。僕はよ、性格はジメジメしてるけど仕返しとか考えるタイプじゃないんだよ。そういうことはこの船で一番赤くて陰湿なリカントマムルさんに聞いてみなよ。赤いリカントマムル、赤いリカントマムル、どいつだ。もうなんか画面が圧迫されてる。イエティだと大きすぎる。あいつか。戦いは頭を使わねえとって言ってるね。どう、落ちちゃった。ドスンドスン言いながらドスンドスン言いながら言ってる。おう、心理どうだ、元気略上働いてっか。ムーンブロックのやつらなんざ所詮は勝つ気のない雑魚だ。じわじわ攻め立てて苦しめてやるだけさ。さまあいいから黙って、まあ、10万兵どもの弱点を吐きやがれ。指導は黙っててグハハ、なんだしに、お前元気いっぱいじゃねえか。俺は威勢のいいシーンが大好きだ。俺たち10万って呼ばれる魔物はみんな毛でふさふさしてんだろ。これは防御力も高いが同時に弱点なのさ。火でもつけられちゃ燃え上げて戦いどころじゃなくなるぜ。俺たち10万は火に弱いってわけさ。ぐぬぬ、指導め、わしが長年調べていたことをいともたやすく聞き出してしまった。交渉向いてないって言ってたけどすごいな、やりよった指導が。十万兵団の弱点は火のようだポネよ。火に火を扱える十魔法の兵器は何か思いつかないか。こんな真ん前でそんな会話しちゃダメでしょ。ひとまず敵の弱点は分かった。みんなで城まで帰るとしよう。ギラタイル、いいのかな、これ。ここから飛んで飛んでいきます。さよなら、さよなら。さあ戻ってきたよ。あんなとこで飛んでバレないのかなと思うけど、まあ、まず報告しようか。この屋さん、十魔兵団の弱点を探ってこられたのですね。ホホさんも連れてきてくださるなんて。ホホさんは散歩に出て行方不明になったと聞いていたのですが、まさか敵方のスパイをしていたとは。カカカやつはわしの幼なじみで必ず帰ってくると信じておった。ジロームがこんなに出てたあいつってホホさんのことだったのね。ホホ様にはずっと敵の内情を探っていただいていたのだ。君たちがここに来る前からな。さてポナよ、君が思いついてくれたギラタイルはどうやって使うのだ。まさかずっと火を吹き出し続けているわけではあるまい。ほう、仕掛けを用意して敵が仕掛けを踏んだ時に起動するようにすればいいか。君のことだ、その仕掛けも考えてくれてるのだろう。何何、魔法の先を台にギラタイルを作り、ひらめいた仕掛けと一緒に設置してくれ。そしてデジロの設計図を完成させてしまおう。ほう、何個いるんだろうねギラタイル、何がいるんだろう。そして足りるのだろうか素材は。床スイッチ、へえ。床スイッチを踏むと近くのトラップが一斉に作動する。ギラタイルはスイッチの近くに置こう。なるほどなるほど。おお、なんということじゃろ。ムーンブロックの城が復活しておるではないか。やるのを行えよ。おじいさま、おじいさまなの。おお、わしの可愛い孫娘見たよ、よく無事やったの。みんなあれだな、結構近い人たちなんだね。よくぞよくぞ戻った。わしはお前の借りをずっと待っておったぞ。ムーンブロックの知恵袋、ほほは戻ってくれば百人力だ。これから城のために力を尽くしてくれ。このようわしはもっとより教団など信じておらんかった。わしもミトとともに、ミトとここに住みビルダーになるぞ。もう教団を信じないなんて、ビルダーになるなんて、なんて恐ろしいことを言うご老人だ。プッと、ラララ、ハーゴン様、僕はこれからもあなたを愛し続けます。ルルル、変なのが仲間になったな。ぬが、なんじゃその、その呪わしい歌は。まさかお主、魔物ではあるまいの。怪しいな。怪しいな、プッと。ほほは、そんなに怪しくないけど。
プットは怪しいな。こいつずっと歌ってる。さあ、じゃあ作るこの むき出しの、あれ作業台、あ、むき出しの作業台あっちにあった。兵器これ16個、入れてたら置いてくれんのかな。ちょっと寝ようか、暗いわ。さあ、あれだ、ほんといっぱいベッド置いたな私。ハート稼いで、こっちかな、向こうなかったもんね。お、レインバリアが4つもいるって。城の床72個、城の床が72個いる、城の床が72個いる。足りる？72。これも大理石がいるんだね。大変じゃん。で、ここに置いとこうか。はい、やってくれんかな。あ、やってくれてる、やってくれてる。で、さっさと作って置いてもらおう。鉄のインゴットできてる、いっぱいある鉄のインゴット。作りすぎてぐらい作ってる。お、できたできた。で、これが72。あら、こうか。あれ、チュース15だった。いっぱい作っちゃったね。計算ミス、悲しみの。あ、これね、指定の数、ギラタイル、なんとかなりました。あとは完成を待つばかり。お、頑張れ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 、作れ作れ。ギラタイルがないなって言って、私はポテトを食べながら見ているよ。すごいな、ほんと早いな。何個ぐらい持ってるんだろう、一人当たり。お、完成した。すごい、かっこいいじゃん。なかなかいい感じにできてるできてる。やったぞー。めっちゃ火が出てる。めっちゃ火が出てたね。もうギランタイルを置いてジジロの設計図を完成させてくれたんだね。ありがとうポナヤ。これで、ま、10万兵団とも戦っていけるだろう。勝機が見えてきた気がするよ。それにしてもアネサは未だに教団を抜ける気はないらしい。ビルダーになる気もないようだ、ないそうだ。彼女は昔から堅物でね、一度信じたことはなかなか変えようとしない。それが信念だからね。姉さんのことは僕が気にかけておく。どうか今許してあげてくれ。今だけどそういう人も嫌いじゃない。かっこいいと思うからね、むしろ。おいおいおい、どこ行くどこ行く、ジジどこ行く。かかか、やはり本本は生きておった。まったくあやつめ心配をかけあって。それにしてもわしを差し置いて姉さんの目を受け敵方に忍び込んでおるとは。かあ、わしも兵士として負けてはいられん。そこでジャポネはわしらが戦力に沿って動けるよう戦闘中目印になるものを作ってくれぬか。なんだそれ、闇雲に敵に兵に突進してはせっかくの魔法兵器も生かせぬでの。さあポナリオ、お前が思いついたものを2つ作り、デジラの目印の場所に置いてくれ。はあ、どういうこと。見張りのかがり火、戦いの際に見張りが、ま、持ち場の目印にするかがり火。
ここに置けと。うん、素材は足りるのかな。どこだろう。おう、かがり火が2個いる。で、そうか、このミトちゃんに武器作んなきゃとかって言ってたけど、まだ作ってない。こういうこと？そう、いっぱいハート落としてくれてる。かちゃん、おー、燃えた燃えた。燃やしたかった。カッポの見張りのかがり火を作ってくれたのじゃな。これは素晴らしい。これならば戦いの時、このかがり火の周りで効率よく動けるじゃろう。周りに動くんな。まずは魔法兵器を出城の前線に並べ、かがり火を出城の中ほどに置くのじゃ。ほう、魔法兵器で敵を弱らせたところにかがり火の位置から出撃して敵を殲滅するのだ。ほうほう。ところでね、最近城の兵士が2人ほどいなくなってる。お主心当たりはないか。いやー、城内にスパイがいる、危険もある、消えた兵士の身が心配での、どういうあれなんだろうな。果たしてスパイは何人ぐらいいるんだろうっていうところだよね。本当に1人なのか2人なのか3人なのか4人なのか。そしてこの揺れ、この揺れ。ハート集めたら金鳴らせそうだけどな。どうだろう、微妙に足りないかな。あと3だよ。上がった、上げてしまおうか。いっそのこと、えい、人を増やして戦いの前に増員、頭数を増やす。大事な戦略ではなかろうか。イエイ、兵士たちが回転切れを覚えた。素晴らしい。そして人が来た。これでかなりの戦力が増えたぞ。そして何を思いつく私は、ひらめいた。たくさんのレシピ。あ、綺麗なのいっぱい思いつくね。玉座だ。綺麗なのがいっぱいできた。やりよったのポネ、ビルダーの鐘を鳴らしてくれたか。ふむ、絨毯に玉座、女神座を祭壇まで、城を豪華で威厳あるものにできそうだ。本当だね。そう、兵力、大事な兵力。そうだ、戦い前の戦力増強だ。やってきた兵士たちにも早速声かけをしてみてくれ。みんな銅の剣だね。ムーブルック城が復活したというのは本当だったんだな。もう戦うことはできないと一度は城を後にしたが、これでまた戦えそうな。この緑色の服装は回復兵の皆さんです。時折ベホマラで回復してくれますよ。めっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃん。兵士の誓いについて お話ししておきます。青い服の兵士は回転切れを使えちゃう心強い兵士です。赤い服の兵士はこの衛兵です。いつも王様の警備を担当していますが、戦いの時はスクルトで防御力を高めます。では我々も改めてこの城の一員にしてもらおう。今日からよろしく頼むぞ。素晴らしい。8個鋼の剣作って渡していこう。素晴らしいね。新しい武器覚えないかな。であとミトちゃん、あ、武器はいらないんだ、素手で戦うんだ。強いな強いな。そしたら戦おう、指導。早速戦おうじゃないか。どうやら敵の大軍が城に迫ってきてるみたいだ。この気配きっと十魔兵団のやつらだな。どうだポネ、魔物どもと戦う準備はいいか。いいよ、準備いいです。よし、魔法兵器っていうのもいいが、魔物を倒すのはやっぱり俺の担当だ。直接ぶん殴って一匹残るずぶっ潰してやるぜ。かっこいいな、指導。ぶっ潰してやってくれ。ここからスタートなのね。
うん、燃えた燃えた、おい普通に超えてくるじゃん、普通に超えてきてるよ普通に超えてきてる、こんなに超えてくるもんなの、あれレインバリア意味あんのかな、謎なんだけど、果たして意味あるなんだろうか、あおい待機してよ、かがり火のところに、なんであっち行くのおいかなきゃしょうがない感じだ、来た来た、強そう、絶対レインバリア意味ないだろう、あだけどだいぶ減ってる、えい、倒すドーン、必殺技が一番強いよさあこっちで待機、なんか混乱してる人がいるね、おーそこはいけないよ、いけませんよ、いけませんいけません、わすごいジャンプ力、美観と守るさ、みんな戻っといて、戻っといて、ミト、ミトちゃん戻っといてなんで向こう行きたがるんだろう、あったみんないて、どこに踏んでるし、はあ、でかいのが来たね、火は出るのかな、出た出た、だけど普通に超えてくるな、えいえい、もう早い早い倒すの、ドリャー、あっちっちっちっていうかやっぱり効くのは効いてるんだね、えいえい、ほら後ろには行かせない、あお、もうちょっとあの罠置いときゃよかったな、隙間埋めるぐらい、矢がかなり飛んでくる、すごいすごいすごい、行かなくていいよ、なんか投げてたね今ミトちゃん、石投げて戦ってた、なんで行くの戻っといでよ、ねえなんであの子だけなんか人の話聞かない子みたいになってんの、早くあれだな、あそこで死んでくれた方が担げてどっか連れていけるからいいな、帰っといでって、石投げてる石投げてる石投げてる場合ちゃうねん、戻っといでや戻ってきた、おせえなんであんなに独断行動するの、単独行動か、ほら切った方が早いんだよ、もうこっからなんていうの、こっちに来たらぐらいでいいんじゃない、あなんかなんか来た、デビルロードが来た、戦わぬ必殺がある、さっこい、あそこ一応ダメージ入るんだね、ふんふん、頑張れ頑張れ、さあ行こう、えい、さあ倒すぞ、950だね、ほいほい、ここから逃れたやつをこう攻撃してくれる方がよっぽどいい気がするんだけど、どうなんだ、あベホマランしてくれてる、なんか魔法使ってる、あ攻撃力上がってる、耐えきるとしたんか、うわー後ろの耐久力が落ちてる、えい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 、なんでこういう強い敵が火を踏んでくれないんだろう、あれだね、やっぱり焦げ罠はめっちゃ仕掛けよう、
もう全部にトゲマの張り巡らすぐらいでやっていこう。そう決意したよ。当たるかな。当たった。いけいけ、もうすぐだ。よっしゃー、あとちょっとだ。おじいちゃん、おじいちゃんもあれねえ、なんなの、そういう血筋なの、単独行動しちゃうし血筋なの、親子っていうか、じいちゃんと孫揃ってあんなところで戦って、石みたいな投げ飛ばして、もう奥行かないでほしい、あの人たち。そういう戦いなのかな、どうなんだろう。26になった、 HP 上がった、よし来た。そしてひらめく、何をひらめいた、新しい武器来い、炎の剣来た。新しい武器、大きな炎をかたどった剣、いいね、作ろう作ろう、早くバトルコンプリート、やっほー。お、グガが、まさかこの俺様が10万兵団が人間ごときに、だが貴様らでは次なる兵団には勝てまい、グフ、捨て台詞を吐いてお亡くなり。よっしゃ、まず一つだね、まず一つだ、あと二つだ、おハートがいっぱい、やったらぽなよ。素晴らしかったぞ、君が作ってくれたギラタイルが大活躍だったな。そうかな、そんな風にはとても見えなかったけどな。これからも敵の弱点をつく魔法兵器を作って いければ残る兵団も倒せるじゃろうし、なんだよ兵器兵器って、実際魔物を倒したの俺たちなんか、本当だよ、必殺技が一番強いわ。いずれにしてもまだデーモン兵団と飛行兵団が残っている、気を抜かず戦いの準備を進めよう。カカカポのやつになる兵団との戦いの前に、じゃ壊れた城を修復しようではないか。修復はいつものようにビルダーであるわしらに任せるがよい。頼んだ、お願いします。カンカン、拠点がほぼ元通りになった、達成、一個達成。どうじゃポネ、バッチリ修復が完了したぞ。なんだか妙な気配がするぜ、まさか。あれを見てください、なんだ、何がいる、兵士二人外に出てる、我々を攻撃できまい、くそ、このままじゃ、おお、どうするんだあの高いのは、ジャンプして届かないもんね、なんで二人だけあそこの外にいるんだろう。うわー、クエキキキ、人間どもめ思い知ったか、我ら飛行、んあれ笑ってか、読む前に A 押しちゃった、とにかくぶっ倒すぞ。わお、みんな頑張れ、どうやって倒すの、降りてくるのかな、とりあえず倒せそうなやつだけ倒しとこう。城壊されてんじゃない、ほら中入られてんじゃん、どうしたらいいの、どこでどう倒せるんだろう、みんなあそこで待機しちゃってるし、どういうことだろう、うんうん、シド倒してシド倒して、どうしたらいいの、こんなん高さないんだけど、すんごい中まで来られたな、
やっとやっつけた。やっとやっつけた。どうにか魔物ども追い払えたが、空を飛ぶ厄介な連中だったな。ほんと厄介なね。敵の飛行兵団、せっかくの縄文もギラタイルも楽々と飛び越えてしまう。トゲ罠なんてもう論外だったね。こちらの攻撃を当てるのさえ精一杯だった。これは何か対策を考えなきゃね。ほんとだ。それより、そんなことより、今はあのお二人を。走っていった。どうした、ミトちゃん。単独行動のミトちゃん。あ、ポネ様、このお二人はもう、そらそうだ。君の辛い気持ちはよくわかる。だがこれは戦争なんだ。なんだ、当たり前のように人が死ぬ。その覚悟がなければ教団とは戦えぬぞ。そうなんだ。悲しい現実だけど。うん。決意したみたいだね。なんか。死んだら何もない。死は無価値なんだ。やっぱり僕は死にたくない。どうしても勝利をつかみたい。この様、ムーンペタの時のようにお墓を作ってください。どうか彼らを弔ってあげてください。城も私たちももっともっと強くならなければ、飛行兵団に対抗する術を考えなければな。いっぱい進んだね。そして火をつけて帰ったね、姉さん。ということで、じゃあ今回はこの辺にしておきましょう。ドラゴンクエストビルダーズ2実況ご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いできたら嬉しいです。こんな夜でした。バイバイ。びっくりなしてた人が来てどっか行っちゃった。泣き殻だけを映されている。